ホー、エミネです。みんなメリクリブリー。多分この動画が今年最後の動画になると思うんやけど、なんかね、別の動画をもともと上げようとしよって、でもこんなのでいいんかの終わってしまってと思って、急遽今動画を回しました。今年いろんなことがありすぎたのでね、もう今日は今年の振り返りをしていこうと思えます。大丈夫かな、ハメにしてないかな。めちゃくちゃ今日唇プルプルだったの。じゃーん、ウーバーイーツのコンビニでですね、お酒買ってきたよ。これをね、タケちゃんにバレるとクソ怒られるので、マジで内緒なんですけど、動画見てないことを願うんですけど、どうせ見てるんですけど、はーい、てってるー。レモンド、え、待って、私鬼レモン頼んだのに普通のやつ来ちゃったんですけど、どういうことですか。あと、あの濃ゆいやつですね。みんな今日は私と一緒に乾杯しよう。とりあえずさ、もう今年1年マジでみんなお疲れ、本当にお疲れ様。もういろんなことがあったよね、今年最後のあと2日。これあげるのはもう、とりあえずもうみんなお疲れ。持った？好きなお酒持った？ジュースでもいいよ。持った？持った？みんな、はい。乾杯！いや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 。まあどうせ多分みんなさ、忘年会とかできないと思うし、こういう画面上でね、みんなが乾杯できるっていうのは、まあ、YouTube やっててマジでよかったなって思ってる、今。うん、すげえ思ってる。じゃあ、東京にもおるんやけど、本当に友達おらんすぎて、もう誰か遊んでください、私と。マジで友達いなさすぎて、なんかこうやって YouTube の中でみんなにこう語りかけてたりするだけで、めちゃくちゃなんかね、幸せなの。みんな見てくれてありがとう、本当に。あと、インスタライブとか。すっげえありがとう、本当に。もう、陰キャだから、最近。本当に陰キャだから。いただきょん。あ、うめ。てかさ、最近あのグレイルでさ、服を買ってみたのよ。可愛くない？この2頭。可愛くてビビり散らかしたよっていうお知らせです。みんな今年どんな1年だった？私がさ、ちょっとさ、1年振り返ってもいい？ってか振り返る動画なんですけども、とりあえずさ、今、東京に住んでて、今年の3月くらいから東京に出てきたわけね。でさ、東京に出てくる、マジ2週間前まで、まさか東京に住むとか私思ってなかったわけよ。今年の初めに仕事を辞めたのよね、一回辞めて、韓国にしばらく、まあ、自分のやりたいこと、お洋服の勉強とかもそうなんやけど、まあ、韓国語とか、まあ、もろもろね、留学したいって夢があって、留学はちょっと学校行くのめんどくせえなと思って、まあ、3ヶ月くらい韓国に住もうかなみたいな、そんなノリで仕事を一旦辞めて、まあ、その時にたまたま、まあ、このブランド今やってるんやけどさ、お洋服のブランドで出させていただけるというあのお声をかけていただいて、でももともと来月から韓国行こうってテンションだったから、急に2週間後に東京に住んでって言われたのね。待って、待って、待って、どない？待って、人生どない？と思って、まあ、今年のね、何月だっけ？ 2 月くらいから東京に住み始めました。そして、東京の初めてのお家がね、その時のお家が中目だったの。待って、東京で中目黒在住？これもう住所書くときすっごい、もうすっごい誇らしげなの。目黒区、中目黒みたいな、もう住所がすごい誇らしいんやけど、で、なんかそのタイミングで緊急事態宣言になりまして、あ、東京来て、混雑してる東京見る間なく、なんか東京終わっちゃいましたけど、みたいな。まあそんな感じで、2、3ヶ月、まあ中目くらい住んだんですけども、中目らしいことを何もせずに、引っ越しましたね。ええ。どうも、編集中のエミネーです。ちょっと一個補足させてほしいんやけど、今、編集しながら思って、そもそもさ、韓国にもし行っちゃったらさ、緊急事態宣言で私も終わってたわけよ。てかさ、そもそも行けずに、東京も行けずに、韓国も行けずに、多分、プー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 太郎してましたねっていう。まあだからさ、まじ直感で生きた方がみんないいよっていう話ですね。こういう運だけは昔から持っていまして、現場からは以上でございます。まあまずね、東京に出てきたのが一つ、そしてまあブランドを立ち上げさせていただいたっていうのがまず二つ目だね。もう本当にこれに関してはね、なんかこういうことってマジであるんだと思って、まあまさかこんな思いもよらぬ形でさせていただいて、みんながね、本当に喜んでくれる声聞いたりとか、もう本当に嬉しい。ブランドをもう一から作り上げる段階は、めちゃくちゃ苦しくって、もう本当に苦しくって、何回泣いたかなっていうくらい。もう簡単なことじゃないんだよね。なんかそれをね、経験できて今も継続させていただいてるってことはね、すごく幸せなことですね。で、もうとにかく去年、めちゃくちゃ男の人嫌いだったの。もう2019年がとにかく、もう最悪すぎて、男恐怖症、もう突起物恐怖症、本当にもう人類の男滅びろって、すげえ持ってて。
2019年がまあ時変わり2020年になって東京来て、そしたらさ、まさかのさ、東京来て1ヶ月も経たない、もう2週間くらいでさ、私彼氏できたの。やばない？冷静に考えて、やばくない？それだけ特急物無理とか言ってたんですけども、めちゃくちゃいい人と出会って真面目に生きてるもなんかありますね。いやでも特急物無理とか言いつつも、多分まんざらでもなかったんだと思うんですね自分も。コツンってこらーってこらーってちゃっかりと彼作ってんのこらー。でも本当になんかその彼氏とも1ヶ月くらいは別々に住んでたんやけど、2ヶ月目くらいから彼氏ん家にほぼおるようになって、もう3ヶ月目くらいから同棲を始めてね。まさかのね。でも本当に何があるか分かりませんよ。私もいつか同棲とかするかなとかふんわりと思い言ったらさ、しましたね。はい、しましたね。何があるか分かりませんね人生。もう本当になんか今まで出会ったことないほどのめちゃくちゃ優しい人で、こんな人おるんやってすごい思ってるなう今も。こういうこと言うとすごいのろけっぽく聞こえてあんまり言いたくないんやけど、なんか2019年落ちこぼれすぎてもうやっと登ってるっていう、なんかよく言うじゃん、こう落ちた後には登るんだよみたいな。ほんまやなぁと思った、ほんまやんって。お酒進んでますかね、進んでるかな。だから東京に出てきたんでしょ、ブランドを立ち上げさせていただいて、彼氏ができて彼氏と同棲してて、今ワンコもお家おるでしょ。あーワンコロン、おむちおむちゃん。なんかマジさ、今年ってさ、マジイレギュラーなことがありすぎて絶対に忘れもしない2020年、マジで絶対一生忘れないと思う。東京来たばっかで緊急事態宣言で東京終わってるでしょ。無人の銀座駅とか初めて見たからね。見てスイーツ、あピトピト食べちゃいます。今年最後だから食べちゃいます。いや、いつも食べてるんですけども。あとさ、今年私超重大に出させていただいたわ。で、そのためにダイエットを3ヶ月で7キロくらい痩せた。イエーイ。そこからさ、マジ10キロ痩せますって言ったっきり、結局ね、停滞期で7キロ止まりでさ、どんなに食べても食べなくてもマジで50キロから変わらない。だからさ、年明けてちょっとダイエット企画をね、第一発考えておりまして、待っててください。このスイーツ食べる女が待っててくださいとか言ってるんですけども、まあいいよね。今年頑張ったし、はい、全然映えてないんですけども、きっとね芋虫みたいな感じなんですけども、いただきます。うん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 、来年こそは40キロ前半まで痩せたいの。絶対にボディメイクをしたいの。じゃあもう来年の抱負言おうかな。まず来年の抱負一つ目、みんなに会える機会を作りたい。もうこれはマジでずっと言おうんやけど、オパクラっていう大切な大切な大切な私のもうファンの子たち、もうマジで会いたい。これに尽きる。絶対に来年は会える機会作るけん、もう絶対にそれをずっと言いながら頑張るけん、マジでみんなマッチョってな。二つ目、これはみんなと会うってことにちょっとさ、関連づくけど、エミュットで全国のポップアップに行きたい。まあ、全国は無理だとしてもポップアップがしたーい。みんなに会いに行きたいよー。三つ目は、来年の今日くらいまでに1年間でチャンネル登録者数20万人は行きたいですね。20万人は行きたいです。そのためにもっと頑張ります。頑張ります。四つ目は、さっきも言った、もうダイエット頑張ります。ボディメイク頑張る。もう食わない、また食わないモードに入っちゃうかも。動画にしていくね。で、五個目が、ラジオのお仕事がしたーい。これ私ずっと言ってるんですけども、喋るお仕事がしたいの。いつか、もう何年後でもいいけど、もう本当にいつかラジオのお仕事がしたいので、エミネラジオのお仕事がしたいです。はい。言葉に出したので叶えられるように頑張ります。ということでね、もう急遽今日動画を撮って本当に良かったなって思っちゃうんだけど、今年 YouTube を本当にまさか始めるつもりもなかったわけよ。けど、まあ、ブランドをね、認知のためにと始めた YouTube がまさかのね、すごい好評いただいて、なんか YouTube 見てますって言ってくれる子が本当に多くって、めちゃくちゃそれが最近の生きがいなの。私のみんな本当に YouTube 見てくれてありがとうございます。あとインスタとか Twitter とかももろもろありがとうございます。今年出会えた子たちマジでありがとうとみんなに伝えたい。みんなのおかげですごいね、なんか幸せな気持ちで今年が終われそうです。来年はなんかもっともっとできることも増やしたりとか、もっとわけわからんことしながら、まあ、楽しく2021年を過ごしていきたいなと思います。みんな飲んだ？喋りすぎてあんまり減ってないんだけど。いや、本当に YouTube 始めてよかったなと思ってる。めちゃくちゃ楽しい。ちょっと待ってね。はい。ということで、うわー、おもちゃんが来てくれた。おもちゃんです。おもちゃん、みんなにも今年1年、もう本当に僕登場してないんだけど、来年もよろしくねーって。みんな、来年もよろしくねーって、おもちゃんも言ってます。はい。ということで、みんな今年も1年ありがとうございましたー。